はい、どうも皆さんこんにちは。私キノと申します。ファウストの悪夢続きからやっていきたいと思います。前回ねちょっと悪魔との契約を交わして、まあ、ここにこの部屋に来たわけですけど、わピアノの部屋に来たけど、なんだろう、いきなりネズミが来たんだけど、何このネズミ、あ攻撃してきてる、攻撃してきてる、そんなやついんの。あマッチを手に入れた。わー、じゃあネズミを避けていかなきゃいけないのか。ちょっと猫に倒してもらいたいんだけど、猫ちゃんどこに行っちゃったのかな。あめっちゃ足音が響く。ネズミちょいちょいいるな。電気がついたり消えたり、お茶が半分残っている。まあ、それを飲もうとは思わないけど、ネズミはこれちゃんと追いかけてきてんのかな。わー来てるゆっくりだけどこっちに来てるな。なんかアイテムを探しつつ、このピアノのチャートもクリアしていかなきゃいけないのかな。食器、動物の骨、そんなとこに入れとくなよ。汚れた皿の山、カビの生えた食べ物、どういうこと。これ見てる、めっちゃこっち、ほらメッタが動いてるもん。見てんじゃねえよこっち突然の怒り。あこんなところに、あんま痛いとは思わないけどね不気味すぎて。とりあえずじゃあちょっと視界もあれなんで、マッチ使ってみますか。ぬいぐるみ持ってる、変なぬいぐるみ、いつの間にか手に持ってる。あこんな感じ、火をつけますか。あこれ今つけてる状態なのかな、もしかして。なんかこれ人型に見える、これ動いてくんじゃないの。まさかね、まさか動いてこないよねお、パズル、魔女のクク、うわー、クク苦手、どういうこと、何これ、どうしたらいいの。あ、欠けたパズルを手に持っていない。なるほど、欠けたパズルを探さなきゃいけないのか。どっかこの辺をじゃあ調べながら進んでいく感じかな。あ、ちゃんと人形持ってんじゃん手に。さあどこにあるかな。あくそー、お前やめてくれよ。あーやめてよ、やめてよ。あ記録を書こう、ちょっと前回から書いてなかったからね。マッチを手に入れた。あ、やっぱマッチあるとある程度視界広がるね。今これしか見えないもんね。死んだ魚。え？なんで目をえぐり出すって。どういうこと？出しとこう。とりあえず目、あーあ？まさかのゲームオーバー。なにこれ？ネズちゃんにやられたじゃん。チョコレート置いてくれてる、優しさ。じゃあアイテムは使っていくか。食べたら元気になるっていうから、攻撃を食らったら、攻撃食らったらあれかな、チョコを食べればいいのかな。いや待ってよ、セーブから行けばいいのか。まあ、いっか、とりあえずこのまま。わお痛いよ、ネズミの速さにはついていけないね。あれさっき出たらすぐにこの部屋じゃなかったのにな。マッチを手に入れた。遅いなやっぱり遅いなやっぱり、やっぱチョコとマッチは使うべきやな。あちゃ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 、これでチョコも食べる。よし、これでちょっと早くなったね。鍵がかかってる、絵は調べられない。あ、ダジャレじゃん。やばい。やばい、失言。とか言っちゃったわ。さ、扉はどこだ？さっきどっからあの大階段に出たんだ？大階段に出たいんすけど、とりあえず。はい、すいません。ちょっとね、ピンポンダッシュがあったんで、一旦止まりました。あれ？何これ？今一瞬開いたよね。アヌビス。あ、こっちの廊下に続いてるんだ。あー、ここが階段か。なるほどね。ってことは、こっちにもあるってことだよね、部屋が。さて、なんかあるかな？マッチ。これ大事だね。なくなったら大変だよね、これ。視
界が見えなくなったり、あとチョコレートがね結構足の速さには大事だね。ここにもマッチぐらいはあってほしいんだけど、ないか。ここ開放時間 4時怒り症状、うん、めっちゃ怒ってんね。ガラス割れたもんね。さてここの部屋は小さなメダルが隅に置いてある。単身、あ、チョコやった。単身を手に入れたけど、長身だけの時計とかがどこかにあるのかな。わっ、お前さちょいちょい襲ってくんじゃねえよ。ちょっと待って、元気なくなってんじゃん。食べますよ、これ食べて。でちょっと視界もあれになったからこれつけよう。あ、めっちゃ速くなってる。めっちゃ速い、ありがてえ。これでネズミに襲われることもないだろう。でさっきのピアノの部屋に行って、よし、ここからっすね。さっきこの部屋から入ったんだよね。社交界の花、私もなりたいわ。社交界の花、壁の花になるわ多分。私だったら大丈夫です、この壁私守っとくんでみたいな。なんかガチャっていったね。何かが鍵穴に詰まった、なんだろう、歯に詰まったみたいな。あ、あれ戻れな、あ、戻れるわ。終わり。どういうこと、まだ始まったばっかりなんだけどこの実況。どうしたらいい、マッチいいね。ちょいちょいマッチとチョコレートが置いてあるのはありがたいんだけど、バッと、しかし鍵がかかっている。展示室、どうしたらいいんだろう。どうやったらここの部屋攻略できるんだ。あ、なんかピアノが音が大きくなってる気がする。怒られた。怒られた。はい、すいません、足が悪かったですね。そんなピアノの練習中にピアノの音止まっちゃったんだけど。ここまでなの。さっきの部屋もう一回入ってみる。ピアノ止まったし、もう一回入っ、あれどこだ、ここか。違う、こっちか。鍵がかかっている、ピアノ室と書いてある。あれ鍵がかかった。ちょっとネズミうざす。ネズミに攻撃されると視界が奪われるよね一気に。これぐらいしか大きくならないのか。わあ、ネズミ。どこだ、どこだったら入れた。ここか、ここでさっき入ったのか。ここめっちゃ明るくなるからいいね。特にここにはアイテムなかったんだよね。あれ目ん玉なくなってる。あ、くり抜いた魚の目ってこれか。扱えない、ごめんね。ごめんね、くり抜いちゃって。ちょっとした出来心だったんだよ。さてそれで、さてそれでどうする。ここでちょっとじゃあ3番目にセーブしとくか。死んだ魚、ここから特に、あ、鍵がかかってる。窓の、え、扉の窓から池が見える。はあ、池が見える、すげえなこの家、どんだけ広いんだ。こっから、お、液体は泡が出るほど湧き上がっている。危険そうに見えるが、どんなものでも溶けられるようだ。溶かせるものなんてないよね。目、違うか、こいつ溶か、こいつ溶かすんじゃない。こいつに目をあげるとか、違うか。じゃあこの部屋あんまり用はないな。あ、ここにいる、こんなものさっきあった、絶対ないよ。やばいやん、めっちゃ追いかけてきた。ネズミ白いなと思ったけど、きっとこいつも敵だよね。さて、あ、いる、怖い。手のひらに何かがあるようだ、取り出しますか。はい、鉄線？ん？
何？何？おーいい、ふざけんなよ、マジかよ。そんなのあり？あ、チョコレートなーい。何それ、ちょっとチョコ食べて足早くしてさっきの部屋に行きますか。どっちだったっけ、こっちだったっけ。くっそやられたな、こっちじゃなーい。何なの、鉄線もらった瞬間、あれ逃げられたのかな、私逃げられたけど逃げてなかっただけかな。やられたぜ。あー、目の前にいる、怖い。床に倒れてる。え、でもこっからどうするんだ？何か手に入れた、あ、鉄線でも。あ、やった！やったやった！今の鍵をゲットした。今ってどこ？鍵はもう手に入れた。今ってどこだよ？開いてない鍵がありすぎてさ。展示室、あ、でもこっちの方の部屋じゃないよねきっと。なんかピアノ室とか展示室とかそういう名前がついてたからこっちの方じゃないのかもしれない。お前怖えよ。だから今なんか別の部屋なのかも。これじゃない。あ、でもこっちの方に部屋はないのかな。あ、ここは玄関だったんだよね。あ、ここですか。普通にここですか。すいません、なんか申し訳ございません。ん、まだピアノが、ピアノの音が聞こえたよ。椅子がある。お、何枚の紙が一つにまとめられ上には汚い字で何かが書かれている。にゃんこ、長靴を履いた猫。おー、やっぱり。昔々、平凡な家族がいました。粉引きが3匹の子供を残し、3匹じゃない。3匹の子豚って言おうとしちゃったわ。3人の子供を残して死んでしまいました。一番上の子が水車小屋をもらい、2番目の子がロバをもらい、一番下の子は何ももらえず猫しかもらえませんでした。ほう。しかし、末っ子はすでに生活できるお金がなくなりました。まあそうだよね、しかしっていうかそうだよね。君の皮を剥いで売るしかないんだ。え、猫は慌てて反論した。そうしないでください。まず私に長靴をください。必ずちゃんと恩返ししますから。末っ子は珍しく思って通りすがりの長靴屋さんに古い長靴を調達しました。長靴を履いた猫は末っ子について城にたどり着きました。ほう。もう夜中で雨も降っていました。城の人は城門を開けてくれませんでした。まあね。むしゃ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 。何食ってんの？え？え？長靴を履いた猫は王様を食べました。末っ子は暖かい服に着替え、ぐっすりと眠りました。え？あ？むしゃ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 ってどういうこと？ん？インクは紙の隅にいたり、その跡が見つからない。何これ？やばいやついいんじゃないの？え？あ、お前か食ったの？長靴履いてねえな。あ、行っちゃった、出てっちゃった。お茶はまだ温かい。お茶が温かい。まだ誰かがそばにいたってこと？写真、メモを手に入れた。後でちょっと見てみようか。子供クイズ集、マリーはリンゴ娘である。お家に帰ってお腹が空いている。猫さんにリンゴを食べさせようと思ったけど帰り道には腹ペコのネズミさんに会った。リンゴを猫さんにあげたいけどネズミさんを放っておいてはいけない。どうしましょう。え、2つにする。そうすればみんな食べられる。あ、やるやないか。そうきましたか。なるほどね。なるほど、そうきましたか。もう、これ戻るの結構めんどくさいんだよ。ん？なん
んか戻ってきたら、あ、床の鍵って何？まだこっちの部屋でも探索し終わってないんだけど、床の鍵って何？どこかでセーブ書きたいな。セーブ書く場所ないかな。一人だけ聞いている人がいた。若く美しく清らかな娘。なにこれ、あの人は誰誰、あの人は誰、その人。本の上に一枚の鍵目がある。基盤出て古そう。おー、地図、地図めっちゃありがたい。めっちゃありがたいけど全然わかんない。なにこれ、目のマークが書いてあるの。あの中央の階段か。ダイニングルーム、リビングルーム、今リビングルームなのかな。全然わかんないわ。ゴーレム、ユダヤ教において人造人間ゴーレムという名前はヘブライ語で作ったばかりでまだ成形していないものと対峙の意味がある。ほう。すべてのアルファベットおよび言葉数字には力が込められているとカバラは主張した。この力をコントロールできれば人間も神様のように動物や人間を作れるというのだ。こういうさ、たまに読むとさ、なんかさ、噛まずに読めるのにさ、ちょっとした文章で噛むんだよね。ん？あ、やっぱ3匹の小豚じゃん。長男、水車小屋を手に入れたんだっけ。次男、三男はどこ。フックの上に何もかかっていない。三男がいない。三男がいないな。王様を殺してムシャムシャしちゃった。三男がいない。あ、ここでセーブできたのか。ちょっとこのクイズ集でさ、猫さんにあげるって言ったらなんだろう。あ、他の人を食べることにした。おい。なんでお前こっち来るんだよ。ふざけんなよ。これネズミさんにあげたら猫さんに食べられるのかな。あ、元気なくなってんのか。ちょっとライター、ライター、ライター、マッチ。床の記号が書いてあるメモ。ABCK1234。謎。はい、またしてもすいません。もうね、今日ピンポンダッシュがめっちゃ多いんだよ。まあ嘘だけどさ、ピンポンダッシュじゃないんですけど。あー、もう全く。私ゲームの邪魔ばっかりするんだがみんなして。で、今持ってるのが、床に落ちた鍵、ラベルに1階左と書いてある。あ、じゃあ1階左に行くのか。1階の左側ね。あれ、扉どこだ？こっちか。わぁ。お前ちょいちょい怖いな。こっちの左側ね。ここを、アイテムを使ったら開けると。よし。わぁ、これさ、やっぱセーブできないの結構辛いよね。何回も行き直してるもんな。マッチを手に入れた。チョコレートがないな。チョコレートはいいけど、じゃあとりあえず視界を広くしておくか。ここは鍵がかかっている。ちょいと光って目立つものは一時のために生まれ、真なるものが後の世までも滅びずにいる。こう書いてある。はあ、全くよくわかんない。マドリードの牛、美味しそう。チョコ手に入れた、やった。あ、マッチも手に入れた、やった。ちょっとこっからどうしたらいいんだろう。鍵がかかっている。王妃、マッチを手に入れただけか。あれ、鍵かかってんの。あ、こっちも行けるのか。これもタンス、もう人の家のタンスを勝手に開けるっていうの。あ、でも自分ちかこれ。おい、ねずこ、ふざけんじゃねえぞお前。ちょっとこれもうちょっと視界広くならないのかな。あ、扉がある。鍵がかかってる。もう暗くなってるの？そんなことあるわけないよね。だって入ったの昼間だったよね。あれ、でもどこにも行けないな。おかしいぞ。え？何？蹄のような手形が映っている。窓の外は昼間だ。昼間？わあ、昼間、やっぱこっちはお昼なんだね。これやっぱりなんかやるべきなのかな。猫はネズミを食べました。君は猫を食べた。みんなお腹いっぱい。え、引き出しが開いた。おお、綺麗な金、金の鍵が現れた。でもよく見れば熱い絵の具がついている。どういうこと。わー、やったー、鍵手に入れたじゃん。ネズミに襲われたけど。ちょっとネズちゃんどいて、セーブしたいんだけど私。
セーブしておきたいんですけど、一旦どこの鍵だろう。よし、じゃあここで同じところにセーブしておいて、金の鍵どこだろう。鍵を入れますか。わあ、鉄の鍵になった。赤色に染まっている。え、鉄の鍵だから何？あ、太すぎるって言われてたから、これでようやく鍵が合うんじゃない、もしかして。うわー、面白いそういうことっすか、マジっすか。あー、じゃあこれで鍵合うはず。わー、もうアイテムがもうマッチがないんだよ、私には。頼む。あれ、ここだったっけ。よし、誰かが走ってたけど今。ああ、マッチありがとう。ああ、いっぱいいろいろ置いてあるけど、あ、やばい、ここにやっとセーブがあるぞ。嬉しい、めっちゃ嬉しい、ありがとう。じゃあちょっと心置きなくマッチ使おう早速手に入れたマッチ。あ、暗証番号は4桁。BCBKAKAB。 わー、さっきのあのメモを使うんだな。ちょっと待ってね、これメモって足し算して出そう。最初が BC だから 2+3 で5でしょ。で、次が BK だから6、次が AK だから5、次が AB だから3、5、6、5。これなんだ。わー、物語。末っ子は窓の外で歌っている王子に恋をしました。あ、末っ子女の子なの。しかし魔王は城門をしっかり閉ざしています。どういうこと。間ににゃんこがいるのは、あれにゃんこだよね。あれなんかいるよ。あ、あら、まあかわいい。誰ついてくるんですけど、なんかあれみたい、ピカチュウバージョンみたい。あ、針がない。単身持ってるよ、単身だったら。はい、え、何これ、動かせるんだけど動かせるんだけど、うん、諦めよう。ちょっと一旦諦めよう。はい、ということで、すいません、もう早速調べました。これね、結構難しいよこれはね。なんだろう、混色した時の色が出るらしいんですよね。で、例えば最初の BC を B たす C でしょ。青と黄色を混ぜるとダイダイって知ってました私知らなかった。そう、だから何これ、え、緑、あれ違うじゃん、これ答えと違うんだけど。2441って書いてあるけど、いいのかな。で、まあ B たす K、 青たす黒はまあ黒だから4で、で、A たす K も、黒で4で、A たす B は紫で1みたいな。らしいっす。やられたね。とりあえず2441が答えらしいんですけど、ほんとかな？あちゃ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 。開いたわ。小さき鍵手に入れたね。むずむず、この小さき鍵はどこに使うんだろうね。寝室のフランス窓。寝室のフランス窓、どっちの窓だろう。なんか窓でさ、昼、あ、違う、池が見えるみたいな窓のことかな。違うかな、そっちだと思ったんだけど。とりあえずじゃあ外出て鍵を探してみますか。鍵を入れる、あ、ついてきた。ネズミのことかな？お、追い払ってくれるみたい。わあ、ありがてえ。それはね、ぜひともやってほしいんすよ。なんか音楽変わってない？三匹の小豚の曲じゃん。狼なんか怖くないって歌ってるやつじゃん。どういうこと？え？すごい警戒。ここか。
わあ、鳥の姿は見当たらないのに鳴き声がする。めっちゃ愉快なんですけど、どういうこと？謎すぎる。チョコ手に入れた。なんかディズニーを思い出すんだけど。何これ、また謎解きか。高い方から始まると刻んである。高い方から始まる。あ、ギシギシ言う、ギシギシ言う。どういうことだ。わ、なんか食べてるよ。むしゃ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 。あ、長靴を履いた猫は極卒を食べました。むしゃ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 。長靴を履いた猫は門番を食べました。むしゃむしゃむしゃ。門番の化け物を食べました。長靴を履いたら猫って最強になるのかな。この猫にも長靴履かせたら。中から鍵を開けた。お、これで通れるようになったのかな、こっからも。いいね。じゃあ反対側にも行ってみますか。はい、すいません、今度はね電話が来た。もう今日は実況邪魔する人が多すぎる。やっぱこっちにも部屋ありましたね。マッチ手に入れた。こっから行ってどうすればいいんだろうね。何にも出会ってない。ちょっととりあえずマッチ使いますか。はい、まあ、あんまり視界は広くならないんだけど。うわー、人形いる。鍵がかかった金庫。五感がない人形が置いてある。あの魚の目だったらありますけど。どう、はい。わあ、顔はまだ何かが足りないみたい。どうやって口を書けばいいか。ペンとかないしな。ごめんね。しおりに値段が印刷されている。あ、これをさ、さっきの部屋で使うんじゃない、このメモ。ちょっととりあえずここも開けとこうか。じゃあ、わお、痛い。さっきの部屋に戻って、目が1500、口が1000、血が300、ハートはこれなら11万。どういうことだろう。高い方から始まるっていうのはハートからっていうことかな。例えばこの高い順で一番最初の文字って言っても、そしたらでもほぼ1だよね。それとも足し算？え？なんか他の部屋にちょっと進んでみたんですけど、なんだろうこれ、違う。誰？覗き穴が突然開いた。子供の声が聞こえてくる。人が？彼女は声をかける前に扉の向こうに走り去る音がした。扉は開けないまま、開けないままだ。誰かいるの？エリザベスはそう聞いてみる。扉は少しだけ開いたが真っ暗で何も見えない。誰？それはこっちのセリフよ。そう思っていてもエリザベスは正直に答えた。私はエリザベスよ。あの、え？誰だよ、一体誰？同時に2つの同じ声が聞こえてきた。2人？うっかり入り込んできたけど、あの怪しいやつは入れられないな。誰なの？入っちゃダメだよ。また声が増えた。何人いるんだ？ここで今大事なパーティーをしているんだ。だから怪しいやつは入ってきちゃダメだぞ。礼儀正しくね。入りたいの？まずは鏡を見ろ。鏡を見ろってどういうことだよ。マルガレーテはすごく綺麗だったから入れるんだよ。なんだよ、美人オンリーかよ。ざけんなよ。え、会いたい？入らせてあげなよ。ダメ。そんな格好でパーティーに参加したいなんてとんでもない。ははは、うわせめてあの醜いスカートを着替えてきなよ。ひどすぎでしょ。小刻みの足音がする。なんなの、いくら叩いても返事がない。着替えるってこと、どっかで。じゃあなんか衣装が手に入るのかな。そう、そんなことがね、突然今ありましたね。わあ、やばい、視界が。
でももうマッチがないんだよね。これ真っ暗になったらどうなるんだろう。一旦ゲームオーバーなのかな。じゃあ一旦真っ暗になるまで待ってみまー。あ、その前に死んだわ。